吉谷さん、アカウント停止を食らってしまいました。まあでも1週間の自粛措置なんですけどもね、まあ、あの飲食店の時短営業みたいなもんですよ。もうね、どうってことないですよね。まあ、しまいには YouTube がアウトになっても、まあ私の場合名前で検索してもらえるんじゃないかなというね、こともありますし、まあ、あの視聴者さんのリスト、熟成さんのリストがありますんで、まあ、あのメールマガジンを通じてね、お知らせできますんで、まあ、当面はそんなに慌てたことはないかなというところでございます。まあ1週間後にまたね、400本か500本一気にアップロードすることになりそうですけども、非常に楽しみですよね。通常通りライブ放送もできますし、何にも困ったことがありません。ということでね、前回トラブルに見られた時はちょっと焦りましたけども、でも2度目になるともう対処法が分かってるんで、どうってことないですね。もうあの全てテンプレートなんで、トラブルに対して新しいテンプレートができて、だから失敗してもそれが次のステップ、さらに強化されて、たくましくなったね、自分になっているということじゃないですか。で、自分のキャパシティを超えた困難が訪れると、ちょっとね、回復に時間がかかったり、人の手を借りたり、そのまま退場したりってことはあるかもしれませんけども、まあ今回はどうってことはないかなってところでございます。まあ大体なんかこう10年間同じことをやり続けるってことは、いろんな困難に見舞われて、その困難を全て跳ねのけてきたってことなんですよ。自分の暮らしとか精神的な弱さとかもね、込みで。だからまあ何があっても続くんじゃないかなと思いますよね。まあでも、ほとんどの人は最初の1週間、1ヶ月、1年で退場していきます。なんか面食らっちゃうんですよね。なんか、いろんなことが起きて。まあでも何かを始めれば、逆風が吹いたり、トラブルがあったり、間違いがあったり、誤解があったりするのは当たり前なんで、そういうことを前提にトライしていけばいいんじゃないかなと思いますよね。まあいろんな情報商材買ってもね、詐欺られたりとか、なんかマトリックスアフィルト買っても、メタ粒子が逃げたりとか、いろいろあるわけですよ。で、もう金返せよみたいな話になるんですけども、帰ってこないとしたら、まあ、同じような思いをね、共有してる人のコミュニティをすぐに立ち上げて、で、速稼塾に引き込むみたいなことで、自分だけは元を取ろうかな、みたいなところでございますね。まあ、けど、結局こういうことだと思うんですよ。こっちで損はするけども、こっちで取り戻す。こっちで損はしたんだけど、トータルで取り戻す、みたいな感じで、ポートフォリオを組んでいかないと、人生ってのは。まあ、ポートフォリオを組みにくいのは、あれじゃないですか。女性との関係じゃないですかね。こっちに振られてもこっちがいるみたいな関係は、なかなか難しいですからね。そもそもキープ君なんてのはね、随分昔の概念ですから、まあ、同時交際できるぐらいの技量があったら、まあ、一人の人をしっかり捕まえておいた方がいいのかなっていうことでございます。ということで、何が起きても大丈夫ということで、今回はね、放送を続けさせていただきたいと思います。じゃあサブチャンネルからしばらくお送りします。行ってきます。